千葉ロッテマリーンズ先発はダイクストラ。ZOZOマリンスタジアムでは来日初マウンドとなりました。1回の表ランナー1、2塁ピンチを迎えるんですが、中村をダブルプレーに抑えて切り抜けていきます。対する1回の裏、王高橋ライオンズマウンドです。こちらもランナー2人出すんですけれども、千葉ロッテマリーンズポランコはファーストゴロに終わります。両チームともにランナーは背負いましたが、1回は得点がありませんでした。3回の表ライオンズの攻撃、ワンアウト3塁2塁からこの外崎、ここは中村翔吾冷静に送りましたね。そうですね、逆にライオンズとしてはここで1点取れなかったのがこの試合ね、大きかったですよね。続く中村拓也がショートゴロに終わって、ワンアウト三塁二塁のチャンスを無失点でダイクストラ切り抜けました。その裏、ランナー一塁の場面で角中、逆に某高橋もここはダブルプレーで切り抜けていきます。両チームともに序盤ヒットは出るんですが、なかなか得点につながりません。そして4回の表、ダイクストラがこの佐藤を三振に取ります。さらに2アウトランナー二塁から渡辺に対してのこのボール、まあ、今日一とも佐々木さんから話がありました。そうですね、この1球から急激に良くなってきましたよね。5回の表もその波に乗って2アウト2塁とはなるんですが、この先に対して、まあ、最後ね、高めを打ち上げた形になりました。中村翔吾が追いかけていって5回を100球無失点ピッチング抑えましたダイクストラです。そしてその裏、マリーンズはノーアウト、まず友杉がこのヒットで出塁します。レフト前にポトリと落ちるヒットでした。そして2アウト1、2塁となって外です。改めてこのライトへのスリーベースヒット、佐々木さん振り返っていかがですか。まあそうですね、打ち損じましたけど本当に風のおかげというところもありますし、若林とするとね、かなりまずいプレーになりましたよね。ここで2点を先制、ダイクストラも喜びをあらわにします。これによってダイクストラは勝利投手の権利を得ます。6回の表、2点を先制されたライオンズ、この回先頭の中村、変わった国吉、これスライダー変化球でしたね。そうですね、この1点でね、どうなるのかっていうところはありましたけどね。昨日に続いて今日もホームランが出ました。通算476本目の中村のホームラン。そして6回の裏、ワンアウト二塁チャンスを作って山口にここでまた打点がついたというところになりました。この回は佐藤が出塁して山口このガッツポーズ。さらにワンアウト満塁として藤岡、左中間への大きな当たり、センターの頭上を越えていきました。フェンスに当たるツーベースヒット。これで2点をさらに追加、5対1、その差を広げていきます。なおもチャンス、ワンアウト2塁3塁で荻野、今日は途中出場ですが初打席で結果を残しました。6対1、その差を5点に広げた千葉ロッテマリーンズ。9回の表は中村俊也、最後は渡辺の変化球で空振りに三振取ってゲームセット。ダイクストラが来日初勝利ということになりました。チームとしても千葉ロッテマリーンズは4連勝、ゴールデンウィークのいい流れをそのまま持ち越してきています。スコアはご覧のようになっています。